プントランドの大統領は、ソマリア国内に存在する、自治政府プントランドソマリア国の国家元首であり、行政府の長たる大統領である。憲法46条により、議会が、大統領、第1副大統領、第2副大統領を選出し、憲法54条により任期は4年、2期までと、定められている。また憲法十六条では、大統領、 または副大統領が辞任するなど、職務不能になった際には、議会議長が大統領を代行し、新たな大統領を15日以内に選出するよう、定められている。首相職は設置されていない。憲法の規定により、大統領はイスラム教徒でなければならない。初代大統領のアブドゥラヒ・ユソフが2001年に一時的に政権を失い、 反ユスフ派であるユスフハジヌルが大統領代行に続いてジャマーリジャマが大統領となったがアブドゥラヒユスフが数ヶ月で武力で政権を取り返したため今のプントランドでは大数に数えられないそのためプントランド統計局が2018年に発行した文書によるとアブドゥルラフマンモハムードファロレは第4代大統領であり プントランドの現大統領サイード・アブドゥラヒデには自身のツイッターの自己紹介文に第6代プントランド大統領と書いている。以下の表ではその扱いに準じて数字をつける。ありがとうございます。